はい、どうもこんにちは。はい、今日はキーパーグローブを紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、今のこちらになります。ナイキですね。はい、じゃあ今から開けていきたいと思います。まあ何回か使ってるんで、まあ少し汚いんですがご了承ください。これですね、今着用しているキーパーグロー。まあね、着用している選手は、まあ、主に、まあ、西川選手など、まあ、いろいろいるんですが、まあね、最初の説明はこれぐらいにしておきます。まあ、特徴というと、親指、人差し指、小指がですね、ラバーコーティングされていることによって、まあ、キャッチングはまあ非常に優れている、まあ、しやすいということで、で、キャッチングに必要なのは親指と小指、人差し指と小指が主に使われていると言われています。はい、これですね。はい、ドイツの国旗を言っています。あと、ここ、この1個下のランクだとここ開かないんですけど、まあこれ開いて、まあね、結構取りやすいんで、グリップも結構良くて、ちょっと人工芝で練習してるんで、ちょっとここついちゃって、剥げてるわけじゃないんで、まあ、ちょっといや、まあ、気になる程度で、あとここですね、こことあとここの黄緑のところも、まあ、メッシュ素材となっていて、まあ、通気性がとてもいいです。はい、あ、定価はですね、まあ、8547円、まあ、プラス税ということで、まあ、9000円だったんですが、まあ、9000何で買う、500円ぐらいで買いましたね。まあ、ちょっと値が張ってたんですけど、あと7号なんですけど、まあ、本当は9号を使ってるんで、なんかちょっとキツキツなんですが、まあしょうがないですね。でも性能がいいんで、まあ、そこら辺は許せます。あとこのグリップ、とてもグリップ性に優れています。はい、あとね、特徴といえばここがね、とても柔らかくなっていて、あとまあ短所といえばね、ここのところがまっすぐ剥がれてきちゃうということで、まあ大事に使ってますからね。まあこれからもこのキーパーグローブで頑張っていきたいと思います。はい。